フアン・マヌエル・サントスカルデロンは、コロンビアの政治家、同国大統領を務めた、2016年のノーベル平和賞受賞者。妻、マリア・クレメンシアとの間に二人の息子と一人の娘がいる。2011年9月に来日し、秋人天皇と会見、野田義彦内閣総理大臣と会談した。2014年7月、日本の首相として初めて、コロンビアを訪問した。 安倍晋三内閣総理大臣と会談した。1951年にコロンビアの首都ボゴタに生まれる。父親のエンリケ・モンテホ・サントスはコロンビアの有力紙エル・ティエンポの元編集長。コロンビアの第38代大統領エドアルド・サントスは王子にあたり、いとこには元副大統領がいる。アメリカのカンザス大学に留学し経済学とビジネスを専攻。 1973年に卒業。イギリスのロンドンスクール・オブ・エコノミクス大学院や、ハーバード大学大学院でも、公共経営学などを学んだ。帰国後は、エルティエンポに入社し、副編集長まで務めた。2000年から2002年までは、財務大臣を、ウリベ政権下では2006年から2009年まで、国防大臣を務めゲリラの総統に力を入れる。 2010年の大統領選挙に立候補し、6月20日の決選投票で対立候補のアンタナス・モクスモト・ボゴタ市長を破り、当選。8月7日に正式に就任した。就任後すぐの8月11日、ウリベ前政権下で断絶状態となっていた隣国ベネズエラと国交を回復することで合意したが、依然として不安定な状況が続くと見られている。 2014年6月15日に施行されたコロンビア大統領選挙の決選投票にて50.95%の得票率を獲得して再選を果たした。これにより引き続き2期目の大統領職を務めることとなる。コロンビアは1960年代以降、農村運動に橋を発するコロンビア政府と左翼ゲリラ、コロンビア革命軍とのコロンビア内戦が続いていた。 2012年8月、サントス大統領は、左翼ゲリラ勢力、ファークと和平交渉を開始する予定である旨を発言し、停戦合意に向け交渉を開始した。2012年10月以降、キューバやノルウェーの仲介を経て、コロンビア政府とファークは、和平交渉を進めていった。主要抗議台のうち、2013年5月に、農地、農業改革、同年11月に、 内戦終結後の政治参加、2014年5月に麻薬と違法作物、2015年12月には内戦の責任と被害者保障の閣議題でそれぞれ合意に達した。2016年9月23日、ファークは和平協定を承認し、52年に及んだ内戦の終結を宣言した。その一方、政府側ではアルバロウリベ前大統領を筆頭とする、 停戦合意反対派が、ファークメンバーが、人質の拉致や殺人への責任を問われずに議きに議席を得ることなどに譲歩しすぎであると反発していた。その結果、2016年10月2日、停戦合意に関わる国民投票が行われたが、反対が0.43ポイント上回り、合意は否認されない先終結は遠のいた。しかし、 これらの和平努力が評価され、2016年10月7日にノーベル平和賞が授与された。国民投票では、僅差で否決されていたものの、2016年11月24日に、ファークと和平合意に調印し、国会から承認を受けた。2017年6月26日、国連監視団は、ファークの武装解除が完了したことを発表した。 全国26カ所の監視所で登録されたファークの銃器7132兆を回収し、6月27日に最後の武器引き渡しと武装放棄の終了を祝うセレモニーがメタ県で行われ、サントス大統領も出席した。ファークの武装解除により半世紀に及んだ内戦は事実上終結した。ありがとうございます。